はい、皆さんこんにちは、こんばんは、コロムシでございます。現在の価格とですね、過去の価格を比較していってですね、行動の流れみたいのをですね、見ていく、配信となります。ご興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。まず話に入る前に、今順次ですね、スカーレットバイオレットスイッチのゲームが今ご自宅に皆さん届いてきてると思います。で、案の定そちらについているプロモカード、こちらですねの取引が、始まっております。今だいたい一番最初か、市場に出ていたのは1000円から1200円ぐらいの買い取りだったんですけども、先ほど見た感じだとだいたい1600円から1900円の間で今取引されてますね。メルカリを見てたんですけども、即売れしてますね。で、出品したらすぐ売れてるっていう状態なので、まあそうですよね、これぐらいの価格で手に入るんだったら買っといた方がいいっていう思われる方多分いらっしゃると思うので、まあ欲しいと思ってる方は今のうちじゃないですか。多分1週間もすれば全然違う価格になってるかなと思うので、ゲームをね購入された方も複数持ってるかと思いますので、私も購入してます。今回ねスカーレットバイオレットの御三家が写っているピカチュウのプロモカードですからね、だんだんちょっと貴重品になってくるカードの可能性がございますので、ぜひご保管をよろしくお願いいたします。ということで始めていきましょう。今回比較するのは11月18日、配信がこれ19日なので昨日の買取表でございます。で、そこから約1ヶ月前10月29日、この時に出ていた価格表、さらに1ヶ月前9月17日の買取価格表、3点で比較をしていきたいと思います。ショップさんとかカードの種類によってインターバルありますが、9月はちょっとバブル的になりましたよね。価格が上がる兆しがちょっと出始めたぐらいが9月で、10月の頭から後半ぐらいにかけてが結構その高騰した金額が出ていて、で今現在の価格比較を、していきたいと思いますので、よろしくお願いします。まず1枚目こちらです。ブラッキー VMAX のスペシャルアートです。現在から話していこうかな。2022年の、全部話なので年号は抜粋します。11月18日現在ですね、17万円の買取価格となってます。で、1ヶ月前10月29日が18万でして、1万円その時から落ちてる感じになりますね。で、その1ヶ月前9月17日がどうだったかというとですね、12万円だったんですよ。2ヶ月で見てみると、まあ高騰はちゃんとしておりますよねっていうような見比べ方をしていきたいなと思います。はい、次こちらでございます。 AFVMAX のスペシャルアート、未開封品ですね。現在11月18日、2万5000円買取になってます。1ヶ月前はですね、2万8000円をつけてるショップさんがございました。そして、9月17日、2ヶ月前は、2万円の買取表となってましたね。わずかながら、まあ、伸びてるみたいな感じですかね。はい、それでは次行きましょう。こちらです。リザードブインドスペシャルアートです。現在の買取価格、最大ついてるところで2万4000円というところがありました。1ヶ月前、10月29日は2万5000円。でしたね。2ヶ月前9月17日はどうだったかというと、買取価格1万円だったんですね。上がり方で言うとですね、結構これえぐい方ですよ、この リザードのスペシャルアートは。やっぱりまあ想像通りこれは高騰してきましたね。しかもこれ止まらないと思うので、まだまだ行くんじゃないかなと思ってます。はい、次行きます。こちらです。ミュー VMAX のスペシャルアートです。現在11月18日4万8000円の買取になってます。1ヶ月前10月29日はこちら6万円で出ていたんですね。で、2ヶ月前の9月17日はどうだったかというとですね、4万円でした。なんだかんだ言いながらわずかながらしっかり高騰しているという状態ですね。はい、それでは次いきます。こちらです。レシラム&リザードン GX スペシャルアート、現在、11月18日3万5000円の買取となってます。1ヶ月前10月29日はですね、4万7000円をつけているところがございました。そして、その1ヶ月前9月17日はどうだったかというと、3万2000円の買取額でした。2、3000円とかになってくるとですね、ショップさんによって多少誤差が出てくる場合もあるので、そういう誤差かもしれないですけど、金額は実は落ちてないと。2ヶ月前と比べても落ちてないし、下手すら高騰してるっていう状況ですね。まあ、そういったカードは実は結構たくさんあるんですよね。あと続いてちょっと行きましょう。こちらです。ピカチュウ&ゼクロム GX スペシャルアート、こちらが11月18日現在、3万8000円の買取をつけているところがございます。1ヶ月前10月29日はどうだったかというと、5万円の買取価格がついてたんですね。その1ヶ月前9月17日は、4万円の買取表でした。2ヶ月で比べても一応2000円落ちている形にはなるんですが、今ですね、上がっていってる途中というなんか感じがちょっと衣装しますね。カードによってこう伸び始めているそのタイミングがちょっとずれていることがあったりするんで、 GX 系は結構みんな似たような伸び方をしていくケースが多いんでね、一番最初にピカゼクが多分先に伸びていくと思いますんで、まあそれに続いて他もちょっと伸びてくるんじゃないかなと思ってます。続いてこちらです。ミュー2&ミュー GX のスペシャルアートですね。現在11月18日3万5000円をつけております。1ヶ月前10月29日は4万5000円をつけてました。
で、その1ヶ月前、9月17日は、買取額3万3000円ということで、まあ、これは多少、ちょっと高騰してますね。はい、続いてこちらです。ブラッキー&ダークライの GX でございます。スペシャルランですね。11月18日現在、3万5000円の買取となってます。それで、10月29日、1ヶ月前は、4万5000円。そして、9月17日、2ヶ月前は、3万2000円の買取額でした。これもついていきます。こちらです。サーナイト&ニンフィア GX のスペシャルアート。11月18日現在、こちらも3万5000円。で、10月29日、1ヶ月前は3万6000円の買取。で、さらに、1ヶ月前、9月17日はどうだったかというと、2万6000円だったんですね。ここ最近の中では、そのサーナイトニンフィアが一番ちょっと伸びてきたのかな、GX 系だと。みたいなちょっと感じがしますね。はい、続いてこちらでございます。ファイヤー&サンダー&フリーザー GX スペシャルアートですね。現在、11月18日、買取額3万円となっております。1ヶ月前、10月29日は4万3000円をつけてたんですね。2ヶ月前、9月17日はどうだったかというと、2万8000円の買取だったんです。ですので、わずかながらこちらも伸びてます。続いてこちらでございます。アルセウス&ディアルカ&パルキア GX のスペシャルアート。11月18日、3万3000円現在は、買取額がついております。1ヶ月前10月29日4万円。そして2ヶ月前9月17日どうだったかというと、3万2000円ということですね。これは2ヶ月前と、大きなちょっと変化が出ておりません。三振ですからね。お持ちの方はこれ保管しておいていただいた方がいいんじゃないかなと思います。続いてこちらでございます。ゲンガー VMAX のスペシャルアートです。これがですね、11月18日現在、実は買取3万5000円最大つけてるところがございます。10月29日1ヶ月前は3万4000円。2ヶ月前9月17日は1万8000円の買取だったんですね。本日のこの配信をしようと思った一番最初のきっかけがゲンガーでした。上がり下がりしてるんですけど、分かりやすく伸びてるっていうのが実はちょっとありまして、あれってこのままほっといていると、最初にちょっとお伝えしたミュー VMAX のスペシャルアートってあるじゃないですか。あれがね、買取額4万8000円。で、ゲンガーが VMAX が今3万5000円なんですけど、これもしかして追いついてきちゃうんじゃねえかって思うようなちょっと兆しを感じたんですよね。それが今本日実は配信しようかなと思ったきっかけだったんですけども、ちょっと匂うんですよね。この子伸びるんじゃないかなっていうのを少し感じてます。続いていきましょう。こちらです。ガラルファイヤー V のスペシャルアートです。こちら、11月18日現在2万8000円の買取となってます。1ヶ月前、10月29日は3万5000円。2ヶ月前、9月17日は2万円となってます。下がったように見えるんですけども、2ヶ月、3ヶ月とかで見比べていくと高騰していっておりますので、お持ちの方は安心して保管をしてください。次いきます。こちらです。ジュラルドン V のスペシャルアートですね。こちらも斉藤直樹さんかな。現在これ11月18日買取評価ですね、9500円を今つけてます。1ヶ月前10月29日は7500円。2ヶ月前9月17日は5500円だったんですね。このジュラルドン VMAX も実はゲンガーと同じく今回配信するきっかけの1枚でした。ずっと実はジュラルドンってですね、5000円、6000円の間をずっとキープしていたカードだったんですね。で個人的にはイラストがすごくタッチとして良かったので、ずっと保管をしてたんですけども、ようやっとなんかちょっと動きが出てきたなっていう感じがしました。そろそろまた満タンの話に出てくるでしょう。で同じように今日は紹介しないんですけど、バンギラスのスペシャルアートもですね、これも結構優秀なんですね。ついこの間まで9000円1万円だったのが、今現在買取1万6000円まで上昇しております。この子もですね、落ちる角度がほとんどなくて、で上がってってるっていう感じがするんで、こういうカードは今後もちょっとこれ伸びるタイミングが早そうだなっていうのをちょっと衣虫としては今見ております。はい、続いてじゃあこちら行きましょう。こちらです。ルギア V のスペシャルアートですね。11月18日現在買取額7万円となっています。1ヶ月前10月29日は6万5000円の買取ですね。パラダイムトリガーから出てくるものなので、9月の17の買取表には載ってません。つい最近のものなんですね。正直ですよ。正直、コロムシは、まずルギアって、一番最初の初動価格7万から10万最初つきましたよね。初っ端から7万の買取がつく、カードってそうそう出てこないので、これはすげえなと思ってた反面、さすがにそんなに長く続かないんじゃないかなとは思ってたんですけど、いやはやこれはすごいですね。今現在になってもほとんど落ちることなく、ほぼ同じ価格を推移してっている状態なので、化ける可能性がございます。まだまだ。今現在7万でも十分高いんですけど、まだ化けそうなちょっと気がしてならないカードの1枚ですね。はい、それではじゃあちょっと次行きましょう。こちらです。ギラティナ V のスペシャルアートです。現在11月18日、買取額6万円をつけているところがございます。1ヶ月前10月29日、5万5000円。
2000円。で、2ヶ月前9月17、あ、どうだったかというと3万2000円の買い取りだったんですね。こちらのカードも非常に順当に伸びてます。いい形でね、登ってってくれたらいいなと願いながら、いつもこの買い取り表を見ております。はい、そして最後こちらでございます。テアスラティオスの GX スペシャルアートでございます。現在11月18日、7万5000円の買い取りがついております。1ヶ月前は、6万5000円をつけてることがございまして、で、さらにその1ヶ月前、9月17日は、実は5万円だったんですね。これもですね、順当な伸び方をしております。皆さんからね、いただくコメントの中でも、こういったラティの話だとか、GX 系の話だとかをよくコメントいただきます。ありがとうございます。私もですね、慎重に結構それを見ている方なんですけども、皆さんもね、ご存知の通りですね、大きな今動きがこう、ギュンって行ったり、ギュンって下がったりっていうことがほとんどないんですね。ですので、何か、ちょっと匂い的なものを、感じましたら、必ずまた別の話で配信をしていきますので、この人と一緒にちょっとこの先の動向を、見ていきましょう。はい、ということでですね、以上でございます。動画を配信するきっかけになった話は先ほどした通りだとは思うんですけど、毎回繰り返すたんびに毎回ちゃんと言っていこうと思っているんですが、こうしてですね、比較をしていくと分かることがたくさんあります。コロムシもそうなんですけど、今現状のやっぱり価格を見ているとですね、数ヶ月前のことって忘れちゃうんですね。1ヶ月前がどうだったか、3ヶ月前、半年前、はたまた1年前はどんな価格だったっけっていうのはね、結構パッと出てこないんですよ。で、そういったデータを残したいということも、まあ配信の一つの狙いでもありまして、後で見返したりすることもできるなと思ったので、このように記録としてちょっと残している部分もあります。今話した中でもですね、例えばラティラティってね、ここ最近ずっと7万5000円の買い取りずっと推移してるんですけど、あれ2ヶ月前ってそっかって4万8000円とか5万円ってつけてるとこばっかりだったんですよね。あ、たった2ヶ月でこんな感じだったっけなって、やっぱコロムシもね、この配信を作りながらそう思うことがいっぱいあるんですよ。あれ意外だな、そうだったっけ、本当にそうだったっけなって思うこともあるんですけど、でも本当にそうなんですよね。原価 VMAX も2ヶ月前は1万8000円で、現在は3万5000円ですよ。で、ブラッキーの一番最初にね、やったスペシャルアートだって2ヶ月前12万とか11万で買い取り出してるとこばっかりだったんですよ。というようにね、ちょっと前に忘れてしまったその過去を呼び戻すために、そして正当な今のその行動の流れっていうのをちゃんと自分で把握しておきたいっていうのをね、皆さんにもちょっと感じていただきたいと思ったんですね。目先に出てくるその価格だけではなくて、よく考えてみたら、ちょっと以前も見てみたらどうだろう、あ、でもやっぱり実は下がったなんて言われてるけど、本当にこれ下がってるか、いや下がってなくないっていうようなのがね、ちょっとでもこう伝わってくれたら嬉しいなと思って配信させていただいております。ただ中にはですね、こう下がってくるものも出てくるでしょう。そういったこともね、ちゃんとお伝えはしていこうと思っておりますので、今のところ全体をこう見ててですね、ちょっとやべえ、このカードだけはまだまだ下落しそうで不安だみたいなのは正直あまりないですね。高額カードはしたらさ、その落ち度がめちゃめちゃでかく見えるんで、怖く見えると思うんですよ。慌てる気持ちもなんかわからなくもないんですけど、実はちゃんと見ていたら高騰していくっていうこともありますし、私もこういう動画を配信してますけど、すべてがこのショップさんが出してる買取表に流される必要もないと思います。なんとなくちゃんと感じ取れるための指標として、あくまでその買取額っていうのを出しているので、このね、買取額が満額つくかどうかっていうのはもちろんショップによってもわからないですし、カードによってもわからないわけですから、あくまでこれは物を見るために申し上げてるだけなので。ですので、そういうのをですね、トータルして考えると、例えばね、じゃあ18万の時にね、本当にじゃあ出したら18万で買ってくれたのかも、謎じゃないですか。かといって、今11万って言ってるけど、この後また高騰するかどうかっていうのも謎なわけじゃないですか。自分なりに確信を得たものは、こう行動していったらいいんじゃないかなと思っております。で、そのための、なんか情報をね、得る一つとして、コロムシの配信をなんかチラチラたまに見ていただいて、参考になってくれたら、嬉しいなと、感じながら、いつも配信をさせていただいております。ということで、今回はこちらで終了させていただきます。過去の動画も、概要欄等に貼ってあります。いろいろちょっとご覧いただいたり、今回の配信もそうですけど、ちょっとでも何か参考になったとか思っていただける方がいらっしゃったら、ぜひチャンネル登録、それから高評価いただけると大変嬉しいです。よろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバイ。